皆さんこんにちは、野良の手芸部です。今日はミシンに入る前にここ最近買ったものの紹介をしたいと思います。特殊なものは買ってないんですけど、まずはもうこれは日常的な購入品ですけど、パンドラハウス、イオンとかに入ってる手芸屋さんですね。いろいろ買い足しました。まずはミシン糸、これはねグレー、薄いグレーですね。とソフトゴム、これはまあ自分用のスカートを作るために買いました。ゴムスカート用のゴムです。手縫いの糸ですね。青系が持ってなかったので紺色の細口を買いました。あとはこれ、私今までこれかクロバーのほつれストップ液っていうのをつけてたんですよ。あの布を裁断した後ほつけないように塗るものなんですけれども、イオンに買いに行ったらそれはなくて、このねほつれーヌっていうボンドから出てるやつですね。多分同じ機能だと思うので大丈夫だと思うんですけど、初めて使います。これです。これを買ってきました。まあこの辺はね普通に消耗品なので買ったという感じですね。で次はこちら、またね買っちゃいました。ちびちびキッチンさんでリバティなんですけど、クリスマスの柄の赤系ですね。たまたま出てるの見たんで買っちゃいました。前これのグリーン系は前回買って、これをワンピースにしたんですね。はい、こちらのこの柄もこのベリー系のクリスマス柄の一つなんですけれども、今回これの赤系の系統の色を買いました。まだねクリスマスまで一応1ヶ月ぐらいあるので、ちょっともう何着か、まあ別にクリスマスじゃなくてもねすごくこれは可愛い柄なので使いたいなというふうに思います。で今回これがある意味本題なんですけれども、よいしょ、はい、もう段ボールにも書いてありますけどね、フェリシモさんです。まあフェリシモでねドールといやあれだろって感じなんですけど、開けてきますね。昔私フェリシモはすごく実は愛用してた時期があるんですよ。とはいえもう10年以上前かな、それなりに買ってたと思います。毎月、お洋服とかほとんどフェリシモじゃないかなってぐらい多分フェリシモで買ってた時期があるんですけれども、割となので好きですね。フェリシモの系統もですしコンセプトも私は割と好きなんですけど、まあちょっとね結婚したり子供産んだりしてちょっと最近は全然買ってなかったんですけど、まず出てきたのはこれはね、あの毎年これもフェリシモさんがやってるんですよ。このようにまあ今年はクマなんですけども、歯切れを使ってぬいぐるみを作れるプロジェクトですね。フェリシモハッピートイズプロジェクトって言って、これ確か作って寄付もできるんじゃなかったかなと記憶してますけど、これは布はついてなくて型紙だけがついているものになります。本題ですよね。本題ようやく買いました。そうちょっと今更なんですよね。これ実際に予約で買われた方はすでに手元にあると思うんですけれども、クチュリエアミーという新しいブランドというかね、あのコンセプトをフェリシモさんが打ち出したんですけれども、ドール用のお洋服とかファブリックとかレースとか、そういうのを販売する専門のブランドのようなものを立ち上げて、割とブライス寄りなんですよね。で私は今回キュートなクマに大変身ドール用ケープのキット、これを購入しました。ちょっと迷ったんですけどね、いろいろお着物もいいなって思ったし、でもねこれ作れたら楽しいなと思ったのでケープを今回はキットを購入しました。おそらくこれは型紙と布が全部ついてるのかなと思います。
これがちょっとした冊子になってるんですね。ちょっとまあ詳しくはお見せできないですけれども、縫い方、あ、結構ちゃんと初心者の方でもできるように縫い方も軽く書いてある感じですね。これが、型紙本かつマニュアルですね。プラス布がついてます。確か S、M、L があるんですよ。で、自分の作りたいサイズに合わせて一応どれか1着は作れる分量が入ってますよという形になってます。なんでこれのキットの布だけで例えばじゃあ M と S 両方作れるかどうかっていうとちょっとどんだけ布が取れるかわからないんですけれども、一応1着は作れますよという形ですね。で、おそらく S がプチブライス、 M がミディブライス、 L がネオブライスのサイズだった気がするですね。ちょっと前置きがだいぶ長くなりましたけど、今回はこのフェリシモさんのキットを使ってキュートなクマに大変身ドール用ケープのキットで L サイズのドール用ケープを作っていきたいと思います。ではまず裁断をしていきますね。はい、そんなわけで裁断を始めたんですけれども、今これは制作をした後に録音してるんですが、結論としては実は完成しませんでした。なんでかっていうお話をちょっとね、他に作られる方もいると思うのでご説明したいと思うんですけれども、まず根本的にこれはもう私の技術不足はあると思います。言ってもまあ一応ドール服をね3年ぐらいは趣味でこうやって作ってたんですけども、ケープ系を多分作るのは初めてだったと思うんですよ。で、型紙本はもちろん丁寧に書かれてたんですけれども、まあ普段ちょっと見るような型紙本ではなかったっていうのもあって、結構ね私は理解が難しかったです。で、ここまでは作ったんですけど、最後でね結構致命的なミスというかね、あ、これ完成ちょっと難しいなってなって実はここで諦めたんですね。で、もう一個の理由でもあるんですけど、布がね私のちょっと相性が悪かったです。なんで手持ちの布でそれっぽく作れそうでちょっと難易度の低い布に変えました。ダブルガーゼを内布にして、寝る生地っていうんですかね、よくこの時期のシャツとかに使われる肌触りのいい布ですけど、布を表生地にして、ボアはまあ割と普通のだと思いますけども、ちょっとこれでね縫い直すことにしました。生地がですね確かにすごく可愛くって、ベロアのちょっと光沢のある生地が ついてたんですけど、まあこう粉というかね、布の粉がすごい舞うのと、もうラメもすごい舞うのと、でボアの毛抜けもすごいので、もう体中もうもうになってしまって、割となので一応順調に作れてはいたんですけど、結構そのね生地を扱うストレスが自分の中では大きかったです。なのでちょっとまあいろいろ相まって、あ、もうこれはちょっと慣れたらこういう布を使おうと思って、もうちょっと布を変えて作り始めました。まあそんでもやっぱね、ボアを使っている以上ちょっと毛は抜けるんですけど、だいぶ作りやすかったです。なのでね、ちょっとこの型紙を使って縫われる方で、まああんまり普段やってないわっていう方は、ひょっとしたらちょっと試しに縫いやすい布で縫ってみるといいのかなというふうに思います。制作そのものは多分そんなに難しい方ではないので、時間はかからないと思うので、どっちみちね、ついてる布を使っちゃうともう再度購入ってのは難しいですから、まずはちょっとお手持ちのね安い布で作るといいかなと思います。一応そんな感じでね、今回布を変えて、あと実はねちょっと縫い方も変えました、自分流に。
で変えることでね、最終的には非常に結果満足のいく仕上がりになったかなと思います。お耳も綺麗に出てますし、まあ、クマかと言われるとちょっとあれなんですけど、でもねボアがちょっと茶色っぽい色なので、まあ、クマっぽい感じで可愛く仕上がったかなと思います。後ろ姿も綺麗ですしね、まあ、最終的には非常に満足しました。で型紙はミディサイズとかもついてるので、またちょっとね違うサイズも作ってみようかなというふうに思います。はい、ということで今回はフェリシモで購入したドール用のケープ、クマさんケープを作ったよという動画になりました。ではまた次回の手芸部でお会いしましょう。